はい、モコフィットネスです。今日もちょこっと雑談始めていきましょう。月曜日です。1週間頑張っていきましょう。で、いかがだったでしょうか。レース動画すごく満足のいくレースでした。まあちょっとおっちょこちょいで集団を間違えてしまったりしながらも、トレーニングの成果がすごく分かったレースでした。まあもうちょっとレースを数をこなして、あ、これはいいなって本気で思ったら、ちょっとそこら辺のお話もしたいと思います。で、今日は Q&A のコメント返しはちょっとしません。っていうのは、ちょっと衝撃的なことがありまして、そのレースの帰り途中、まあ、家族の方に運転してもらって、まあちょっと僕的にはちょっともう疲労困憊で携帯をいじり、車の中で携帯をまあいじってたんですよ。まあ、Twitter のコメント返しとか Facebook を見てたり、そしたらああいう SNS ってニュースが飛び込んでくるじゃないですか。そのニュースにヨネックスのエアロロードが発表されたというか、今開発段階らしいんですが、フォルム、シルエットって言ったらいいんですか、もう見ちゃったんですよ。多分車だったらコンセプトとか言うと、もう発売までえらい形変わっちゃうじゃないですか。だから全然コンセプト的なのを見ても当てにならないから、ふーんってぐらいじゃないですか。けどもう自転車ってまた大体もうあの形で出ると思うんで、ちょこっとテコ入れしたにしても、あれはちょっと脳みそに電気が走るぐらい衝撃的にかっこよくて、まあ今流行りの形なんですよ。結局トップチューブから来てシートポストで一段下がってシートステ、何のひねりがないって言えばそうなんですが、その数ある最近流行りのエアロロードの中でもなんかね、かっこいいんですよ。これ見たら、まあ今ちょっと乗っけてると思うんですが、かっこよくないですか。なんかこうトップチューブのなんかこうねじれてる雰囲気とか、はい、でフロントフォークもこうね、ちょっと形がかっこよかったりで、多分これまだ色がこの色しかないんだろうけど、多分発売になると何色か出るじゃないですか。そこでもしヨネックスカラーの緑かなんか来たら、これはね、僕本心はドグマだったんですよ。いつかのマイオーというカラー選びをできるタイプを選んで緑にしようって決めてあったんだけど、ここに来てヨネックスのこのエアロロードの発表があって、でもしこれで緑カラーが来たら、あかんなと思ってこれはまずいですよ。もう予定が大狂いですね。はい、まあなのでちょっとこれからその発売までに向けてちょっと仕事をガンガン頑張って稼いどいて、いつでも買える状態にしときたいですね。はい、やっぱりだから自転車とかもそうですけど、やっぱ本当にこう入れ込んだ趣味って、そのプライベート私生活に活力が上がりますよね。なんかもう目が、昨日レースだったんですね。これ今撮影してる昨日がレースだったんですけど、もうなんだろう、結構疲労があるからもう目とかうつろうつろで、でカフェインとかも取ってるから、カフェインが切れると結構どよんよりしてきちゃうんですよね。なのにそのヨネックスのエアロロードをパッて見た瞬間に、何ですかね、もう猪木にビンタされたぐらい目覚めましたからね、あーっと思ってそのぐらい衝撃的でした。で、皆さんはまあどうでしょうか、どう思われたでしょうか、ヨネックスのエアロロード、はい、僕はちょっと、気になっています。で、今日はこんな感じでコメント返しなしなんですが、すいませんでした。これがどうしても話したかったので尺を設けさせてもらいました。で、ちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。それじゃまたお会いしましょう。バイバイ。